レッドブルの姉妹 F1 チームであるスクーデリアアルファタウリに所属する角田裕樹は2024年シーズンにレッドブルレーシングに昇格する可能性があるという噂にもかかわらずチームを離れるつもりはないと語った角田裕樹は2023年シーズン前半戦のパフォーマンスと進歩でみんなを感心させている角田はここまで2ポイントしか獲得していないが最初の10レースでは非力な AT04 を上回るパフォーマンスを見せいくつかのレースでポイント圏内に入っている トータルモータースポートの独占インタビューで、角田裕樹は、レッドブルファミリーと一緒にいることができて、本当に幸せですと語った。角田裕樹は、今シーズンだけでなく、自分のパフォーマンスとチーム内の信頼は、昨年よりも向上していると述べた。角田裕樹は、次戦 F1 ハンガリー GP からニックでフリースに変わる、新たなチームメイトとして、8回のグランプリウィナーであるダニエル・リカルドを迎える。レッドブル F1 のモータースポーツアドバイザーであるヘルムート・マルコは、 角田裕樹に挑戦状を叩きつけ、F1 インサイダールーに次のように語った。角田裕樹が、今シーズンもパフォーマンスを続ければ、将来レッドブルレーシングが、セルジオペレスの公認を狙う場合、彼は、間違いなく、争奪戦に加わることになるだろう。彼は、正しい扉をノックしており、ダニエル・リカルドを上回れば、ペレスの公認候補となることは、間違いない。角田裕樹選手が、 2024年シーズンにレッドブルレーシングに昇格する可能性があるという噂にもかかわらず、チームを離れるつもりはないと語ったという記事です。角田裕樹選手、いい回答ですね。余計なことを言わず、アルファタウリで向上し、チームに貢献するという意味合いでしょう。一部には、レッドブルに行きたいと言わないのは、向上心がないとも言われそうですが、言いたい人には言わせればいいと思います。今、現実には、レッドブルは、ノリス、 マククララーーーレレンやルクレール、フェラーリにも手を伸ばそうとしています。もちろん、それを考えているのはマルコですから、マルコの意に反することはしない方が賢明でしょう。角田裕希選手がレッドブルに招聘される可能性は、実力的には十分にあると思っていますが、まずは今季リカルドに勝つことでしょう。その次に、ペレスの調子がいまいちで、ヌリス、ルクレールが来られないという場合に、チャンスが来ると思いますから。 実力を磨いておくのが角田裕樹選手のためだと思います実力的には力を持っていると思いますがマルコがそう思わないと何ともなりませんどうなるかはマルコ次第でしょう